自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、妊娠と年齢。今回も福田病院産婦人科医関東由紀子先生です。妊娠と年齢についてあまり知られていないと思うことはありますか？厳しい言葉現実なんですけれども、生物として出産に適した時期というのがやはり若い20代で、35歳を過ぎるとやはり妊娠率というのはぐっと下がってくると言われています。例えば30から34歳で結婚した女性と35歳から39歳で結婚した女性を比較すると、生涯の不妊率は35歳から39歳でその2倍に増えていると言われます。また40歳から44歳となると、半数以上が生涯不妊という結果が出ております。まあ、こうしたことを考えると、いつでも産めると簡単に考えることは非常にリスクが高いということになります。なぜ年齢を重ねると妊娠しにくくなるのですか？まずは女性の体内にある卵子の数というのが限られていること、それが排卵がなくても加齢とともにどんどん減少していっているということになります。その減少スピードは1ヶ月になんと1000個減っていくと言われています。まあ、妊娠をするためにはその卵子というのがとても大切になりますので、その質が年齢とともに低下していくということになると、まあ妊娠しにくくなる原因の一つというふうになります。その卵子の質の低下のことを一般に卵子の老化と呼んでおります。もともと生まれる前から女性の卵子の数というのは決められていて、それをまあ毎月1個性成熟期、まあ、月経を迎えてから初潮を迎えてからですね、毎月1個排卵していくんですけれども、それがやはりその限られているので、数も限りがあるし、さらに年齢が加齢によって卵子も質が低下していくと、まあ、2つの意味でやっぱり制限があるという意味でことになります。奇跡的なことだし、やっぱりその妊娠できて、そして出産までつなげられるという、まあ、妊娠から出産まで全て命のつながりというか、奇跡だなと感じます。妊娠について正しい知識を持っておくことはとても大切です。女性だけでなく男性にも知っておいてほしいと思います。産婦人科は女性のかかりつけ医、不安や悩みは気軽に相談しましょう。自分の体を知って素敵な女子ライフを。